今回はこちらの白シャツを使ったおすすめの重ね着コーデ、そしてその着こなし術を3つ紹介していきます。白シャツと重ね着するのはパーカー、スウェット、冬ニットになります。ご存知の方も多いと思いますが、白シャツはきれいめアイテムなので大人っぽく知的な印象に仕上がります。カジュアルなトップスと重ね着をしたとしても上品なスタイルに仕上がる便利なトップスなんです。それではそれぞれのトップスを使った重ね着コーデを紹介していきます。まず1つ目はパーカーを使ったカジュアルなスポーツミックスコーデです。こういった場合でパーカーと重ね着をした場合に首元にチラッとシャツを見せるだけでいつものパーカーコーデを上品な印象に仕上げてくれます。ちなみにですがカジュアル感が強いトップスなのでなかなか綺麗めアイテムを使うことができない苦手だという方はまずはここから始めてみてはいかがでしょうか。2つ目はこちらのスウェットを使った大人カジュアルコーデになります。スウェットは実はとってもバランスが取りやすいトップスなんです。こういった具合でシャツを合わせるだけで簡単に冬の綺麗めコーデが作れちゃうんです。またね程よく柔らかい印象に見せてくれますので好感度アップも狙いやすいんです。次に3つ目はニットセーターを使ったコーディネート。こういったニットは今日紹介した3つのトップスの中で最も上品に見せやすいアイテムなのでこのようなカジュアルなアウターとかデニムと合わせても自然とかっこいいコーディネートに仕上がります。カジュアルアウター好きな方はシャツプラスニットをいつものコーデに合わせるだけで OK です。冬だけではなくて春秋とロングスパンで使えるアイテムなので1枚手に入れておいて損はありません。ぜひですね気になった方は概要欄の URL からご覧ください。こんな感じで毎日おしゃれに役立つ動画を配信しております。もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。こちらこの冬使える動画になりますのでぜひチェックしてみてください。